どうも、アキです。栄冠ナインやっていきましょう。はい、では予選準々決勝行きましょう。前評判 B。いやー、また強いとこ来ましたね。もう頑張るしかない。行きましょう。はい。まあ一応ね、もう総合戦力 A には勝っているんですが、まあ A も B もね、ほぼ変わらないというか、強いチームは強いので、本当に気を抜くことなくというか、こっちは B の一番弱いぐらいなんですよ、戦力見ると。なんで全然格上になってくると思うんで、頑張っていきましょう。これ谷口でいきます。谷口、頑張れ。期待してる。よし、富樫はめっちゃ調子いい。あ、折笠が普通か。折笠普通か。ちょっとそこが怖いですね。相手バッテリーは両方好調。行きましょう。いやー、緊張する。緊張する。昨日の動画もね、かなり、好評いただいてましたが、まあ、ああいう試合はできるようにね、頑張っていきたいですね。はい。頼む。頑張ってくれ、WBC 高校のメンバーたち。お願いします。おお、よかったよかったよかった。でもまあ、ね、あんま油断はできないし、そんなに変わらないです、実際戦力で言うと。はい、まだ、初めて3年目なので、練習の施設とかも全然整えられてないので、そんなにこちらも強いチームではありません。はい。ただ、そんな中でも、なんとかね、特徴づけて選手育成はやってきたので、いや、宮下なんて打撃この能力ですよ。でかした宮下ね。はい。平林も結構ひどいっすね。でもまあ、その中でもなんとかほんと特徴づけてね、育ててきたつもりではあるので、うん、これで、見せてもらいましょう。意地を見せてもらいましょう。行きましょう。さあ、ということで、谷口。谷口が出てね、走って。うん。で、宮本が流し打ち、右方向に持っていって、チャンスで、富樫。よーし、谷口谷口谷口アイパーリトルトゥースしか分からないネタ。行きましょう。オッケー、ナイス、谷口。いいね。いやー、打率1割とか、1割もなかった谷口が、こんないい打率になってきましたよ。もうなので3年では絶対3割打ってますね。2年までの、あの打率がかなり悪かったんで。オッケーオッケー。まあ現実世界の谷口選手怪我しちゃいましたが、その分この WBC 高校で輝いてもらいましょう。あとはこの前にね、9番の平林が塁に出ていればいろんな作戦がね、できるんですが、まあ平林まだミート E だからな。抜け、抜けないか。ちょっと怖いな。2-0 は怖い。もうちょい点取れないかな。怖い怖い怖い。これは怖い、さすがに。あ、これは来た。いいね、平林。総力74の盗塁 A です。うわ、片桐の調子悪い。全然代打あるんだけどな、あいつ。うわ、B78 か。早球 E。クイックは ?D135 キロ。まあ、走る価値はあるんで、エンドランスね、やるなら。盗塁1なんで。ここでエンドランだな。行こう。ミート積極エンドラン。うわ、なんとか抜けないか。まあでもストライクだったよね、今の。うわ、怖い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 。もうちょい点取ろう。ランナーは富樫はさすがに走れないな。まあここはもう普通に打たせるしかない。村川か。まあ追い込まれるまでは強振にしよう。追い込まれた。うわー、これ緊張する。この点差はさすがにやばいって。うわー、見逃しか。もう変に出すっていうのは無理ですね。まあそうだな。けども片桐だけ、まあ里崎も出したいけど無理っすね、この試合は。片桐だけは出してもいいかななんて思う気持ちもないけど、ダメだ、そんな余裕はない。ということで、まあ小杉、じゃあ、あれ、スタミナ上げる人いないの？マジか、スタミナ上げる要員がベンチにいないのか。まあでも、スタミナ上げとこう、これで。守備にも気合い入れるか。延長になればまた一個ずつ伝令は使えるので。よし、うわ、これめっちゃ強いぞ。めっちゃ強いぞ、折笠さん。超ファイトも使おう。これはやばいぞ。よし。よし、オッケーオッケー。これは抑えてくれ、さすがに。
え、え、なんで入らないの。コントロール S100 だよ、100だよ、100。よし、 OK、 宮本。そうですね、これさすがに、まあ平林のところにはさすがに出すか。そうですね、平林のところには出しましょう。能力変わんないですもんね。これファールって結局応援しなくていいのか、未だに知らないんだけど。外角ストライク入れよう、ストライクを。よし、オッケー。最後は内で攻めましょうか。ズバッと、よし、ショット取れる。宮本、なに、死が、ちょっと待って、何やってんのコンピューター、どういうこと、死が。今日はここまで3打数1安打1三振。あ、宮下に代打死がしたので、死がをショート守らせてるの。うわ、今の宮本だったら取れた。てか待って、セカンドいない、セカンドいない。岡部、いやこれはまずい。岡部の方がまだマシでしょ。志賀はさすがにやばい。何、宮本がショートしないと。そして それはさすがにまずいよ。これでいこう、こっちでいこう、こっちの方がいいでしょ。うん、いやーまさかの志賀がショートやってたとは。ここは守備を変えてくるようです。びっくりしたわ、びっくりした、何が起こったのかと思った。よいしょ、ショートで宮本こんな下手だったっけと思った今。ちょっと待って、フォアボールはダメだぞこの場面。ゲッツーだ。よーし、オッケー、ナイス。外崎ファーストに出そう。よし、これで。びっくりした、結構あれですね、みんな大好き宮下はコンピューターが変えたがりますね。そこだけは今後ちょっと気をつけよう、見よう、しっかり。よし、折笠完封しろ。よし、ちょ、応援しとこう、怖いから。最後内角いくか、内角ズバッと。よし、ショート。よし、宮本に帰ってよかった。これ滋賀だったら絶対取れてないでしょ。あの守備上げて D あるんですけど、適正がマックスじゃないんで F37 しかなかったんで、守備力これ宮本じゃなかった、取れてなかった。よっしゃ、なんだかんだ野手は全員出せたし、いい試合でしたね。はい、よかった。でも滋賀に気づいてよかった、ちゃんとこれ変えてなかったら危ない危ない、ちょっと危ないところだった。よし、コンピューターの傾向もつかめてよしです。 OK、 折笠147、お、150、これ甲子園行ければ150あるぞ、これ。よし、オッケー。お、強豪校、え、3年目で強豪校。これで来年の新入生がもうとりあえず増えます。すげえ、3年目で強豪校。いいね、躍進躍進。前評判 D、ナイス。じゃあ、ダンベルとかちょっと合宿に向けて置いておきたいですね。え、躍進躍進、これ。テンション上げて。あー、打順ロックすればいいのか。そうだな、打順ロックするか。これが嫌なんだったら、宮下とか変えてほしくないんだったら、打順ロックするっていう方法はあるんですよね。ただ打順ロックしたら、あのいい場面で宮下をそのまま打たせる、要は代打志賀の方がいい場面ももちろんあるんですよね。その辺が結構難しいな。セカンド一応岡部がいるからな。うん、守備普通にできる岡部がいるんで、まあセカンド岡部、ショート宮本にまたすればいいし、このまま行こう。よし、じゃあ最後何しようかな。技術鍛えろ。さあ準決勝、村川、須田、富樫、これは富樫でしょう。はい、もっと打ってほしい富樫には。行こう。よし、折笠の調子が上がってる、いいでしょう、行きましょう。いや緊張する。でもここは総合戦力 D なんで、さすがにまあ前評判は D なんでね、さすがに B までは来ないと信じたい。先制された、先制された。ちょっと待って、2回の裏1点を追いかけます。
高校チーム攻撃に。意外性がめっちゃすごいぞこのチーム。待って、先生怖いな、やばい、身が震えてきた。そんなめっちゃ強いって感じはないけどな。まあ出会い頭の一発とかもありますしね。はい、うん、盗塁もできますね。よし行こう。やば、 A 館ないよ、ほんと震える。ほんとに楽しすぎて震えてるんじゃなくて怖いっていうのもありますね。てかそっちが多いですね、怖い。よし、オッケー、ナイスヒット。富樫でも走れるよこれは。よし、おお強いな強いな。じゃあたまには富樫もちょっと強振打ちさせますか。もうずっとミートっていうのもなんかかわいそうなんで、たまには強振でも打っていいよ、4番だし。もうパワーも B まで来たんでね、たまには強振でホームラン打っちゃう。すげえ、何なんだ最初の初回先制されてちょっと脅かされた感じは。じゃあ今日はもう強振打ちさせましょう富樫ね、自由に打たせてあげましょう。追い込まれても強振でいいです今日は。落ちるかな、ファールか。よーし、高校チーム。さあ守備、10点差コールドだよね。まあいろいろ考えて、まあでも折り笠下ろすっていうのはさすがに怖いけど、まあいろいろ出していきたいのは事実だな。もうどんどん出していきましょうか。とりあえずそうですね、外野1人変えましょうか。ピッチャーとかも含め全員出していきたいので、もちろん外野1人変えましょう。村川のとこじゃあまず変えていきますね。はい、平林も変えていいか。平林の枠もちょっと変えていきましょう。じゃあ一番期待している菅沼ですね、ピッチャーで。これくらい変えていって大丈夫なんじゃないでしょうか。宮下と岡部もそんなに変わんないですね。じゃあもうここも変えよう。ここもじゃあ1年ピッチャー期待している人をちょっとすっと出しとこうかな。1年ピッチャーもう1人戸田だったかな。 OK、 これで育成も進めていきましょう。さあ、初球打ち流した。よし、いい感じいい感じ、打線がいいっすね。攻守ともに結構安定してるチームの印象あるぞこの WBC 高校。そして結構作戦も当たる。須田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 、レフト下がった、ヒット、ボールは中継、下1点返しました。折笠を変えるっていう作戦もあるんですけど、完投させた方がなんかあれがいいらしいので、はい、じゃあ里崎も出そうかな。里崎を、いや、いいか、ここはじゃあこうして里崎は代打で出すか。で、こいつは二塁に出してと。OK。篠田もファーストで出そう。OK。この点差だと7回が終わった時にコールドになりますと。OK。いいね、いいね。スリーアウトチェンジ。うわ、これ待てよ、1点取ったらさよならですね。じゃあセーフティーバント、ちょっとこういう時は普段使わない作戦を試していきたいんですけど、まあ谷口のこれでセーフティーバントが決まらないんだったら、あとはもう誰も決まらないだろうな。内野安打持ってる谷口、左バッター足も速い谷口であれだったらちょっと厳しいですね。ちょっとさよならが良くないので。 OK、 アウト、スリーアウトチェンジ。まあこれで全員出しましょう。で、この回を抑えれば勝ちと。まあ里崎最後キャッチャーで出してあげようかな。いや、ファーストで出すか。いや、すごいな、躍進ですね WBC 高校、これは本当に楽しみだな。これ決勝どんな能力来るかな。甲子園行きたい。てか一回総合戦力 A に勝ってれば全然甲子園優勝まで見えると思うんですよ。まあもちろん総合戦力 A の中でもね、もっとマックスの強い相手はいるんですけど、戦えなくはないと思うので、こっちもあれからまた成長してるんでね。はい、 OK。 いや
きましょう。頑張れ俺かさ。さあこれは外角ショート、よしよし。まあ宮本の守備は本当安定してますね。守備職人、そして送球へ。はい、で里崎もファーストで出そう、全員出すと。で一応宮本の守備、まあ今あれですね、伝令も出してますけど、肩ももう B になってますし、走力も B。まあ、ミートパワーをね、ほとんどここまで上げてこなかった分、守備がかなり上がっているので、いや、宮本の存在は大きいですね。やっぱりショート、大切ですね。宮本を育てて本当思うけど、ショートは本当大切だ。緩急。緩急あんまストライク入らないイメージがあるのはなんでだろう、でも。ショート!いいね、いいね。ショートが安定しているチームは強い。オッケー、しかも全員出せましたね、この試合は。処理。なんか特能ついてほしいな、試合で。特能つかないかな。ホームラン打ってるのは、富樫と、篠田だとまさかの人が、まさかの選手がホームラン打ってるな。たまには成績見ますか、こうやって。まあ自分が操作してないところも見れるといえば見えるんですけど、まあこれだけですね、見えるの。まさかの篠田、あのファーストに出してそのまま打ったのか。まさかだな、篠田がホームラン。あ、こんなのも見えるんだ。へえ、すごいな。ここまで集計してるの、栄冠ナインって。ナイスピッチ率とかまで出してる。へえ、ここまで見えるんだ。面白いもんですね。お、ついた!なんか特能つかないかななんて言ってた。富樫にプルヒがつきましたね。強振させてよかった。強振させた結果、プルヒ。オッケー。うん、これ場面によっては、まあ強振打ちもいいかななんて思うんですけど、まあ基本はミートですけどね。まあミートでもプルヒはありがたいでしょう。はい、ということで決勝戦は、魔評判 D! なるほど。これもう次回にします。ちょっとここまでやると30分いきそうなので、次回ね、決勝戦やっていきたいと思います。いやー、もう油断はダメですけど、甲子園いけそうですね。楽しい。いやー、栄冠ナイン楽しい。ちょっとね、今後も秋監督頑張っていきたいなと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、実はですね、この動画今5時ぐらいに撮ってるんで、7時とかに間に合うかな?ちょっとやばいな。これ以上長くすると本当間に合わないので、すぐ、動画ね、撮ってあげてアップロードしたいなと思いますので、いやー、明日の決勝戦楽しみですと。そして WBC 高校全力で応援しますという方、ぜひとも、グッドボタンをね、押していっていただければ嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス!